通信ボール森田と言います、今立ちましたけど後ろの方のこれから座って喋りますので、で僕は紹介では、社長云々ということを言われたけれども少なくとも今日来ているのは、池田佳代子さんって、本当に池田先生と言わなくてはならないんですけど、長い知り合いですので、その夜の時の、審判を作った編集者として、しゃべりたいと思います。で本当はっていうか本当に彼女が当然メインなんですけれども、最初は僕の方から夜の時という本が、原書がどう生まれたか、それからその翻訳書がここに下山先生のお写真になりますけど、どういうふうに生まれてきたかということを15分程度しゃべって、それから寺川役さんにバトンタッチして、それからその会場の皆さんも交えながら、様子を見て2人も含めてフリートークという形にしていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと座ります、ね。それで今ここに資料が資料としてこれ事前に配ったのは僕はたまに大学で話すこともあるんですけれども、夜と霧に関係する年表と、それと僕はやっぱり本屋ですから、やっぱ出版とその翻訳っていうことが、その国どの時代にどういうふうにそれが翻訳されたかによっても全然その読まれ方も変わってくるんですね。でそれでその各国語版のことを書いたり、そういうものの資料をお渡ししました。それともう一つ今からも話しますけれども、原書フランクルが最初に原書を出した時の初版の表紙をお配りしています。それでその時間も短いですからわーっとしゃべりますけれども、フランクルという人は心理学者で精神科医で、その後もロープホセラピーという形で、ずっと活躍されていて、それで今でもその影響を受けている人が日本にたくさんいますけれども、まず最初に彼がウィーンに生まれたユダヤ人で、よく言われるのは精神分析第三世代というふうに言われるんですけど、その第一世代がフロイトで、で第2世代が今日本でよく呼ばれているけどアドラーという人で、フランクルは第3世代に当たります。でどうして彼らがそういうユダヤ人がこういう分野を含めて入っていたかっていうのはまた別の歴史がありますので、それまで勉強してください。でそのフランクルがここにはそのドイツとオーストリアの関係とか、そのドイツがオーストリアをそのいわゆるアンシュルスで1938年に併合する、そこからどういうふうにそのユダヤ人がその追い出されて移住していって、最終的にアウシュビッツも含めたさまざまな強制収容所や絶滅収容所に、移っていくかという、そこのドイツとオーストラリアの関係もいろいろ複雑なんですけれども、それも今日は。それでそのフランクルはその精神科医として、精神科医であったり心理学者であったり、今いろんな言い方しますけど、その同じものだとして考えてください。で彼はその年表にもありますけれども、1949年に医師による魂の癒しっていうのを書き始めます。これはその後未数書房で死と愛という本になるんですけど、彼はそれを書き始めて、その途中でその1941年42年にそのファイナンスソリューション、英語で言うとファイナンスソリューションですけど、最終的解決ということもあって、それでその移住させられています。でそれを特にこのウィーンの場合には、ウィーンのその当時の伊藤のセンター長がアドルフ・アイヒマンという人、アイヒマンはだから全体のことに関わってきますけれども、特にウィーンのユダヤ人の移住っていうのは本当に彼が知って
ウィーンで当時18万ぐらいユダヤ人がいたのの半分以上非常に早い時期に移動させます。そしてフランクルもその一人、そしてフランクルは、家族でその最初定住したというところに行って、そこからそこでお父さんは亡くなるんですけども、という話をしたら長くなりますから、ちょっとそこも端折りますけど、それでその今日のテーマはそのアウシュビッツという言葉がありますけど、そのフランクル夫妻は、そのテレジンシュタットからアウシュビッツに行って、フランクル自身はアウシュビッツにおそらく数日しかいなかったはずです。それであのチェコやドイツ南部の収容所にいて、それでその生き残るわけですけれども、話はそこから簡単に始めます。それでさっき1940年に死による魂の癒しっていうのを彼はその服に縫い付けて、それをその収容所の中でも何とか書こうとした。でもそれは書けないままそれをなくしてしまって、その1945年かな、その最後に彼は腸チフスになるんですけど、それで労働とかその解放されて、医師を言いながら、そこでまた記憶でその死と愛というのに基づくものを書いて、それでその解放を迎えます。そして解放を迎えて1945年末に、先ほど言いましたこの医師による魂の癒し、日本語でいう死と愛という本ですけど、それを出版します。その死と愛という本には、そこにその強制収容所の心理学っていうのが数ページに入っているんですけど、まあ、それでこの死と愛を刊行した直後に、その友人たちや周りの人たちの勧めで、きちんとあなたの収容所体験を書かないかと言われて、それでフランクルは夜と霧というものを書き始めます。当時はだからこれはもう大臣で生き残った人たちで、こういうひどい目にあったんだ、こういうやつらがいたんだみたいな形での出版が相次いでました。でそれをビジネスにしようとする出版社もいっぱいあった。これは日本の戦後の戦争ものなんかも同じようなパターンがあるんですけど、でフランクルもだからまだそういう中で、彼は、他の人たちとは全然違う書き方をするわけです。でまずこれがどうして作られたかっていうと、まずその3人の秘書を雇って9日間口述筆記で夜と霧を完成させました。でそれでその出版社に、自分の名前は出したくなる、ということで、この原書 の, 表紙の先のコピーをお配りしますけれども、普通は著者名のない本っていうのは、まあ、当時の違反だったと思うんですけれども、これはオーストリアのウィーンにあるユーゲント・ウント・フォルクという青年と国民かな、民族かわからないけどという出版社から1946年末に出します。それでこの表紙には名前が書かなかったけど、これはやはり何か問題があったみたいで、そのめくった1ページ目にビクトール・フランクルという名前があったそうです。 で彼はこれは今の池田佳代子さんの一番最初に出てくる言葉ですけれども、強制収心理学者強制収容所を体験するというタイトルで、自分はだからその収容所全体がどうだったのか、そういうことを書くのではなくって、そこにいた一人のちっちゃな存在として、そこに収容されていた魂に移ったことをとにかく書く、そういうことですから、心理学者として、あるいは例えば死と愛というのを書く一人の専門家として書くのではなくって、そこの収容されていた一人物として出したい。だから彼は匿名であるだけではなくって、
今新版をお持ちの方もいるかもしれませんけど、ここに119104という収容所番号がありますけど、その番号で出した、それが彼の思いでした。まあ、こういう、まあ、そこにまず今に至る一番最初の大きなきっかけがあります。でこの本はその1946年すでに今いる出版社から初版3000部が出ています。でその3000部で、その出版社がこれをいけるのではないかと思って重版をしたらしいんですけれども、さっぱり売れなかった。それでその出版社はフランクに100部を買い取らせて、あとは断裁にした。それから、ずっと売れなかったというのが最初の気持ちです。本当は 今言うところでも本当にいろんな話があるんですけども、ちょっと時間がないからそこ一番最初に読むときっきりができたきっかけです。で そこでその本をですね、それか初版かその再版で残ってたのかどうかわからないんですけれども、1952年か3年に日本からドイツのボン大学に、ここにある下山徳治さんという方が彼は心理療法家で、それこそやっぱ心理学やその精神学を勉強していて留学されるんですけれども、彼がその本の本屋で、皆さんのところにその本を見つけます。でそこには2つの思いがあったと思います。一つは同じ分野のことをやってる人がいるということもあったと思うんですけども、下山徳治さんというのは、後で池田外さんからも話があるかもしれないけれども、その戦争体験でさまざまなものを見てきた。でそこの思いがここで書かれていることに強烈な印象を受けて、それで下山先生は本からウィーンにフランクルに会いに行って、そこで出版の許可をお願いして、それで2人で祈祷をして、それからその日本に戻って、僕の先々代ですけれども、実務処方の当時の研修長に、夜の時を失敗したいということを申していて、それで出版することになります。つけた資料でですね、この各国語版かなんか、そうじゃないか、その年表の後ろに、フランクと夜という各国版って今いろんなこと書いてると思います。その今のさ、まず最初に出たドイツ語版って言ってもオーストリアで出たんですけど、それがその全く出なかった。その後その1955年にブエノスアイレスでスペイン語版を出ます。これはブエノスアイレスでの一つユダヤ人が多いのと精神分析というのもすごく盛んなところなんですね。それでこれはまあレギュラーという言い方はおかしいけれども、そこで夜と霧にあたるこの心理学者強制収容所を体験するという本と、さっき言った人は日本語で言う人は含めて出版されて最初に読まれたんです。それを除くと、あとで一言、英語版について触れると思いますけど、56年に日本で未数処方で出たというのは極めて異例で、それからあとは60年代、それこそヨーロッパのイタリアやフランスや出てくるのは全部60年代後半になります。それを1956年で日本で刊行することになりました。で日本で刊行するときに、当時はそのアウシュビッツということももちろんそういう言葉もありませんし、その未数処方の当時の編集長はこれをその強制収容所体験の記録としてとにかく出そうとしたわけです。でそのために前半にナチスがユダヤ人に対してどういうことをしてきたかっていう、イギリスのラッセル教という人のすごく長い、まあ、今から考えると事実関係も含めてかなり問題があるんですけど、それを解説としてつけて、そして後ろに
当時入手できた範囲での、これは主にアウシュビッツだと思いますけれども、いわゆるおぞましい日差しの色ですけど、それで、夜と霧というタイトルで出したわけです。でその時に、そのことによってそのベストセラーになるんですけれども、まあ、その思いって言いますと、そのまず出版する側も、それは下山先生のさっきの最初に受けた強烈な印象と同じで、最初に出版社の序っていうのが入っていて、まあ、そこには次のように書かれています。1931年の日本の満州侵略に始まる現代史の潮流を顧みるとき、人間であることを恥じずにおられないような2つの出来事の印象は強烈である。そこで南京大虐殺のこととホロコースト、ホロコーストということはもう1970年代の後半以降にやっと徐々に広まっていくんですけど、ユダヤ人の虐殺ということの2つなんですけど、そこでもう一つ、我々がこの編集にあたって通説だったのは、かかる資産を知る必要があるのだろうかという問いになる。しかし自己反省を持つ人にあっては知ることは超えることであるということを信じた。そのような意思からこの本を出版するんですけれども、出版にあたってはこれは相当その今言った解説や写真をつけるのと同じようにすごいいろんな宣伝をしたわけです。一つにはこれは新聞に大きな広告をしたときに、那智の強制収容所に一家ひとくるみ捕らえられ、両親、妻子、ことごとくガスかまどで殺されつつ、己一人奇跡的生還をした壮絶極みない体験記、そういう形で一つのセンセーショナルなことを狙って書いて、両親、妻子、ことごとくというのは、全く中を読めば誤りであることは明らかなんですけど、そういうものを出した。それと、これは朝日新聞に出した広告ですけれども、これはすごく大事だとちょっと言いますけど、映画夜と霧は輸入禁止となったが、今や本書の実がキリストも知らなかった地獄を白日のもとに示して、そういう形でこの本を出版したわけです。で、その時にこの夜と霧という、当時はそれまでは誰も知らなかったわけですけれども、その同じ密封書房でこの旧版が最初に出るのが、1956年の奥付けを8月15日という奥付けで出すんですけれども、その1956年の初めに、フランスのアラン・ネル監督が夜と霧という30分のドキュメント映画を作ります。でその中にはそれこそ何でもやっぱりアウシュビッツと言うんですけど、そのアウシュビッツについては、今のっていうのは56年当時の、それがパートカラーだからか、そこの映像で流すんですけど、ブルドーザーで死体を処理したり産むっていうのは、あれはロシア軍やイギリス軍が撮影した別の収容所のものなんですけれども、ただシンボリックにもそれアウシュビッツということになるんですが、そこで初めて世界の人々がどんなにそれこそおぞましいことがあったのかということを視覚的に知ることになったんです。それでその日本でも、やるときにこういうものは、上映することはできないっていう税関で最終的に拒否にやって、それはきちんとやるべきだとかいろんな運動があったらしいんですけれどもアランデラの夜と霧っていうのが噂だけなっただけで結局上映されなかった。最終的には61年に、ある程度のカット版が映画で日本で上映されて、最終的な完全版が上映されるのが70年代に入ってからなんですけど、その夜と霧っていうのを、その当時、やっぱり知識人中心にだと思いますけど話題になっていたものを密封書房は、言葉は汚いですけどタイトルとしては作って、それで今言ったような作りで出した。そ
それでその後になってそのフランクルさんは自分が書いたのは今日さっき言ったようにその一人の収容されていた魂にどのように移ったのかっていうのを小さなことの体験記一つの文学作品として出したかったのに日本では売れてるかもしれないけどいろんな解説や写真を撮ったその現代史ドキュメントみたいになされて後で困るっていうことを言ってそれが次に至るその審判への一つのきっかけにもなるんですけれどもただその1956年から今ここでこういうふうに話しているのはその1956年にその当時にその編集長がそういう付録みたいなものをつけてそれを夜と霧というタイトルでつけなかったら一人の心理学者が強制収容所を体験するというそれだけのスペラい本で出してたら多分何も話題にならなくて、多分数章も存在しなかったのかもしれませんけれども出版というのはそういうことがあります。それはその時にどうしても日本でアウシュビッツのことは全く知らなかったがそれをとにかく伝えたいんだそれはそのさっきの南京大虐殺もそうですけどそういう思いがそういう意味では著者の意図を超えて、一つの翻訳をするときに一つの化学変化を起こしてしまったその結果です。それがいいとか悪いのかは簡単には言えない。著者から言うとそのテクストってね一回こう出てしまうとやっぱり読まれ方も変わってくるしで未数書房も当初はそういう現代史ドキュメントとして出しましたけれども今読まれているのは皆さんも分かるように決してそのホロコーストものであるとかハンナ・チズムであるとかそういうことではなくって、傷ついた人や、悲しいことがいっぱいあった時にこの本を読んで どんだけ人が考えたか慰められたかというような形でどんどん違う形で広がってきます、まあ、そういうような形で出版の各国版を見せたのもそこでその時代時代にいろんな形で読め方がなったわけです。でその、もう時間があれですからやめますけどその英語版の場合は英語版もさっきのアルゼンチンと同じようにやっぱりその難民としてユダヤ人が東海岸中心に行きますね。でそこでフランクルもやっぱり講演とかをして特にアメリカも成人分析というのが有名ですからそこで1959年に出版することになるんですけれどもそのアメリカはその日本とは違って最初中途半端だったんです。この本がホロコーストをやった現代史の本であると同時に、ロゴセラピーつまり心理学者の専門の本でもあるという位置づけで1959年に最初フロムデスキャンプとエグステテンシャリズム死のキャンプ、まあ、収容ですね収容所から実存主義へというなんかわけのわかんないタイトルで1959年に出したんです。だからそれはその両方の要素を分かってるからそういう中途半端なタイトルに出したんですけどもそれこそやっぱりさっぱり売れなかったみたいでそれから3年後の1962年に、One Search for Meaning っていうんですけれども、何て言ったかな、まあ、人間の意味って言うんですけど、そこでタイトルを変えたら、そこから今の300万部のベストセラーと。それでこのさっきの各国語版も、多くは、英訳のタイトルをなぞっています。その方が広がる。でも国によってはこれはホロコーストをきちんと扱ったものだというのをタイトルでやるところもありまたその一心理学者強制収容所体験するというタイトルも出てくることがあります。これは今でも新しい役が出る今でもまた新訳が続いていると思うんですけどどういうタイトルでつけるかということのそこからその国での受け止め方でも受け止めてもそこから読者っていうのが自然と広がっていったり狭まっていく。
ったり、いろんな読み方がある。ちょっと長くなっちゃいましたけど、それを後でまた話がありますけど、それを前段として皆さんに紹介します。いかがです、こんばんは。そうだったんだと思いながらちょっと聞き入ってしまったんですけれども、私は水戸書房から審判ということで訳し直しをしました。まずそのいきさつをお話ししたいと思います。私の記憶に従って話します。でそれは森田さんの記憶とずれるかもわかんない、後で違うよっていうことがあったら言ってください。朝日新聞の心のページっていうんですか、あそこに私の3冊っていうちっちゃなコラムがあって、でそれをの中順番が回ってきました。それで私は下山先生の訳した夜と霧、高校の時に初めて読んで、それから何度も何度も読んできたので、その一冊に選びました。それを見た森田さんが、サンキューコールかけてきたんですね。愛のが出るとちょっと本が売れるわけ、それでおしゃべりをしているうちに、私はね覚えてないんだけどこういうふうに言ったって森田さんが言い張るんですね。今回コラム書くために何回目かに夜の霧を読み直したけど、今読んでも立派な翻訳だけど、私たちはこれを高校生の時に読んだんだけど、その頃の高校生は夜の霧読まなきゃまともな戦後日本人になれないみたいなね、そういうなんか強迫観念があって読んだんだけど、今この本を高校生に読みなさいっていうのはちょっと動くかもしれませんねって言ったらしいんですね、私が。そしたら森田さんが、飛んで火にいる夏の虫ですかね、その本の作りについて原著者からちょっと思いが違うということも言われているし、何よりも77年でしたかね、フランクルがちょっと筆を入れた新版を出したんですね。でそれを翻訳をやり直してほしいというようなことが水戸書房に要望が届いていたけども、何しろ島山先生の翻訳素晴らしいし売れてるしで、そのままにしといたのが、私がそんなこと言ったもんだから、じゃあお前が訳せということになったんですよ。でもね、翻訳の世界には業界の掟があります。それは全訳者存命の間は解約してはいけないって。でそんなことしていいのは村上春樹さんだけです。で私はそんな掟がなくてもね、島山先生には夜と霧だけでなく御本を通じてご学校によくしている、もちろんお会いしたことはありませんけれども御本になっている、その御本をなんか仇で返すようなことをしたくないっていうので、半年ほど嫌だ嫌だと逃げ回っていました。でね、私を説得するのも一仕事だけれども、森田さんは下山先生を説得しなきゃいけないんですよ。あなたの翻訳ちょっと古くなったし、フランクルさんもこう手を入れた版を出してるから、この人に訳し直してもらいますと言いに行かなきゃいけないんですね。嫌な仕事ですよね。それを何度言ったんですか。とにかく島山先生の宅に通って行って、そして直接行ったの2回ですよ。直接行ったそんな何度か。あ、そうですか。そうで、じゃあその島山先生がその人の試し役を見てみましょうとおっしゃったんだから、さあ訳せってわけで、私はカチカチになって、あれは原稿用紙20枚ぐらいですかね、もうちょろっと一緒に先生に持っていた時ね、はい、
いや、一緒に持って行ってないよ。あれは。あ、見てもらってから行ったんだ。そうです。それを奪うように森田さん持って、で、島山先生の宅に届けて、それで、会社に帰る前に、20枚ぐらいですからね、すぐ読んじゃうんですよね。島山先生から、森田さんが会社に、本郷の会社に帰る前に、電話が行ったの。今すぐ訳してもらいたい。私は末期がんなんですと先生がおっしゃっている。さあ訳せっていうわけです。私は、その森田さんのさあ訳せの電話を切って、声を出して泣きました。大人になってそういう涙を流したのは、それ一回しかないですね。なぜかといえば、それ2000年の話だったんですけれども、2000年ぐらいですね、読売新聞が大アンケート特集をやったんですよ。21世紀を控えてね、21世紀に読み継ぎたい本という、それに読むときは海外ノンフィクション部門の3位に入っていたのかな。それを島山先生がご存知でないわけがない。だけどその本が自分の人生を変え、学問をもう決定づけた 大変な出会いの本が21世紀に読み継がれるときに、自分の翻訳でなくてよろしいというわけですよ。もう本当に島山先生って素晴らしい先生だなと思います。で、私結構翻訳早いんですけども、これにはものすごくもうカチカチになってしまって1年かかりました。で、後から知ったんですけど、島山先生は戦争中に医学校をお出になって、海軍の軍医になるんですね。それで鹿児島県の鹿屋基地に赴任されます。ご存じの方多いように、鹿屋は陸軍のチランと並んで特攻が出ていったところです。そして実は私の叔父、父の弟なんですけれども、福田隆と言います。その人も鹿屋から沖縄海域に出て戦死してるんですね。とこれがおじです。つまり全くの偶然なんだけれども、おじも島山先生のお世話になって、死んでいた一人なわけです。で、そのことを島山先生に今度お会いしたら伺ってみようと 思いながら、忙しくってだらだらしているうちに島山先生が亡くなってしまって、ものすごく後悔しています。あの時にお会いしていたらね、島山先生実は私の翻訳にご不満があったんです。それは前訳者後書きに書いてあります。島山先生優しい方ですからね、不満があるなんて書きませんよ。で、私にも直接おっしゃいました。平和な時代にね、のびのびと育った人の翻訳っていうのはいいですねって。そうなんです、島山先生の翻訳はね、すごい切迫感があると思う。ここになんか森田さんが意地悪く何例か2つの翻訳を並べておられるけれども、確かにそうなんです。そういう点について島山先生は私のね翻訳にご不満があったと。それは夜の時は秀の道というのをお書きになった川原さん、川原理子さんかなという新聞記者の方からも伺っています。だからおじのことを言ったら、少しはもう少しなんか島山先生のお心を安堵できたかなと、ちょっと残念に思います。会いたいと思う人にはすぐに会っておかないとダメですね、この年になって。本当にそう思います。
で、森田さんから聞いたと私は思ってるんだけど、島山先生のご本はですね、私の本が出てから品切れになったらそのまんまにするつもり、増刷のはしないような感じムードだったらしいんです。ところが私の翻訳が出たら島山先生の翻訳がまた売れ出しちゃった。それで水処方はもう夜と日は2本立てで行くと決めたんだと聞いたと思い込んでますけど、訂正だったら言ってください。それは島山先生に審判ができて持っていくときに道の途中でやはり旧版もそのままだそうです。だから出る前にも最初はだからずっとバトンタッチっていう言い方をしてましたよね。だからやってたけど、はい、やっぱりだからやっぱり特別だと思います。その作りが違う、バージョンが違うということがやっぱりある意味では大きいけれども、人がどちらでも選ぶことができて、でもそれも僕らもそういうの成り立つのかな。だからそれはそのずっとバトンタッチのつもりでいたけれども、審判先生のことに持っていく途中で寄ったわけではなくって、両方出そうと思って。そうですかね。ただ変な意味だけど審判が出ると当然その若い人たちもそうだし、あれだから今までに売れなくなることはね、それは仕方ないかもしれないけど、とにかく並行させていきますっていうので今持つ。私はその話を聞いて本当に安堵したのを覚えています。で今前役者と言っていましたけれど、つまりその前役者がご存命の間は翻訳しないというしきたりがある世界なので、前役者と書きがついている本っていうのはあんまないですよね。他にないと思います。そしてその島山先生の前役者と書きにねはね、特攻隊のことが触れられているんです。先生にはもう何ページになってもいいから思いの丈を書いてくださいとお願いしました。そしたら特攻隊のことから書き始めておられるんですよ。何かでその後に私は叔父がお世話になったんだかもしれないんだっていうことを知ったので、なんかこれもこう不思議な不調だなというふうに思っております。でもう少し写真ますか、ね、ついでにこれも、ね、これは叔父は筑波航空隊で訓練をして、そして鹿屋に行ったんですが、その仲間の写真です。これは筑波市の教育委員会が作ってくださった筑波海軍航空隊の記念の本です。叔父はこれが叔父です。で、この中でですね、出撃しないはずだったのが、出撃するはずだった人が辞退したので身代わりになって亡くなった人がいます。つまり例の永遠のゼロですね、あれのモデルになった人がいるんです。叔父の戦友なんです。もう頭にきますけど、叔父は早稲田の学生でした。あんまりお勉強とか好きじゃなかったみたいで、野球部でした。もう一人戦友の中に慶応の人がいて、その人と叔父はなんかシティボーイとか呼ばれて書かれていて、なんかチャラい人間だったようです。それでもそんな人が22歳で死んじゃうんですね。もうもちろんその叔父の両親はとっくに亡くなりましたし、叔父の兄弟も亡くなって、そして叔父のことをなんかこう考えている人が
まあ、一族の中で私しかいないので、こう意地のようになって叔父のことを触れたい、これからも行きたいと思っています。で、あのさ、マリトさんさ、おととし一緒に初めてアウシュビッツ行ったんですよね。それもあの聖教がやってるようなそのテーマのあるその旅のようなね、あるツアー、それはあの歴史と文学の旅という感じで、ドイツの戦争責任というのを問うというものでした。いかがでしたか？これはあの例えば法的な問題で、そのドイツとイスラエルの中でいろんな保障の問題とか、今でもずっとその金銭的なことも含めて、あの国はねやってきて、それでそのアウシュビッツ行った時の印象は印象としてもちろんあるし、それも場合によって話すけど、その後でそのベルリンに行って、あるいはベルリンからそのドイツ の, その地方に行って、でいかにあの時の記憶をさまざまな意味でその、保存していくっていうことが徹底していくかっていう、そのことがやはりこの東京にいるとね、その違いですね、非常に非常に感じました。あのベルリンの真ん中にテロルのトホスという、あの博物館というんですか、あるんですが、それはいつナチスがどこでどんなひどいことをしたかというのを、もうあの国内だけではもちろんなくて、外国もね、あので何をしたというのを、展示しているの、あの博物館なんですが、かなり大きな博物館なんですが、そこは、戦前はゲシュタポの本部があったところなんですね。でそこにあの市民運動が最初にあって、そういうのを作るという市民運動があって、国が動いて国立のそういう施設ができている。つまりね、あの日本で言えば霞が関の真ん中に、日本は太陽戦争の間にどこでどんなひどいことをしたかという国立の施設があるようなものですよね。それは本当に驚かされるし、で最初が市民運動から始まってるんだっていうのに、ちょっとまあ私たちもうなだれてしまうようなところもあるんですが、まあ、大虐殺といえばユダヤ人というふうにまあ思いますが、私あの訳者同期で書いたけれど、初版の島山先生が翻訳なさった方の読む時にはユダヤ人とかユダヤ教という言葉が一回も出てこない。なのにそれは私は翻訳するまで全然気がつかなくて、それはラッセル教の最初のその二代組の、ミスズの編集部が訳した資料のところにはユダヤっていうのが散々出てくるので、本文にもあると思ったら本文には入ってないというのを見つけたんですが、私が訳した、審判には何箇所かユダヤという言葉が出てくる。これはどういうことだろうというので、まあ、ちょっと仮説みたいなことがこう書いてあるんですけれど、その殺されたのはユダヤ人だけじゃないんですよね。さっき あの森田さんがおっしゃってた政治犯もいっぱい殺された。だけど最初はあの障害者の方々なんですよね。これをこの写真、有名な写真です。そう、障害者の方が椅子に座っています。この人間を養うのに私たちの税あのお金が6万ライヒスマルク必要です。これは民族同胞、これは私たちのお金ですと書いてあって、 白抜きの大きな文字は新しい民族って書いてあります。津久井やまゆり園の事件が起きてから1年が経ちました。あの犯人の人
てたんですよね。それで事件を起こす前にもそういうことを周囲に言って、それはナチスと同じ考え方じゃないかと批判されていたけれども、全然反省してしなかったんですよね。だけどまあこんな感じで、衆議院議長のに敬意回復してくれとか、美容整形させてくれとか、新しい名前をくれとか、そして5億円くれで、こういうことを飲んでくれればいつでもやります、よろしくお願いします、これを安倍晋三さんにも渡そうとした。そして今年の7月にあるマスメディアが、手紙を出したら、いまだに意思疎通が取れない人間は安楽死すべきで、お金の無駄だということを言って全く反省していないし、ドイツのテーフィア作戦というんですけど、テーというのはティアガルテンという通りの名前の4番地の建物で建てられ作られた安楽死事件、安楽死計画なんで、テーフィア作戦と言いますけど、それと全く同じことです。でこれってインターネットなんか見るとすっごいこう賛同するようなことをね書いてあったりするんですね。で犯人は政府から褒められると思っている、思い込んでいる。でつまり政府が福祉予算を削ったり、何かそのマイノリティに対してこう理不尽な政策を見過ごしていたりするから、こういう人たちが意を強くするんじゃないか。だからそのナチス その強制収容所、絶滅収容所っていうのがなんか人事じゃないんじゃないかなっていうふうに去年のこの事件で思いました。ちょっと一言ですか、もちろんするわけじゃないけれども、今彼女が言ったその精神障害者の殺すのもあれはガス室に近いようなことをそのやるんですけれども、そのヒトラーは1939年の9月1日、つまりポーランドの侵攻ですね、その日に精神障害者中心に、これからそのメタンをさせていくんだという命令を、でもこれは精神障害者だって、とにかく、彼が健康でないものです。でその後その要するにどうしてその戦争開始の時にそういうことを言うのか、それからユダヤ人の問題は、ユダヤ人 その絶滅の問題もあるんですけれども、2つのことがあって、ヒトラーはその後これはユダヤ人の絶滅だけではなく、その今言った政治反動からロマだとか障害者だとかだけではなくて、ドイツ人の奴隷者もそうですね、帝国憲法というのを作ろうとして、そのレントゲンを取ってそこで心臓病と肺に病気になるなっている人間はその家族を含めて、隔離して、その次にまた次の指令があるということを、さすがにこれは通らなかった、通らないってそこまでいかなかったけれども、これは一つのヒトラーの本当に野望で、とにかく不健康だというもの、役に立たないというものは抹殺するっていうのがあるんですね。でそのだからそれ精神障害者の問題がその時々その、ユダヤ人大虐殺 のやり方のモデルを作ったと言われてるけど、それはそうであるとことそうでないことがあるのと両方で、ただそのヒトラーのやろうとしていたことっていうのは、とにかく戦争に乗じてユダヤ人を中心に
絶滅させます。それはその後からっていうか途中でその SS の人間であれ何であれその最終的に虐殺するにせよそのユダヤ人を労働力として やったりその、まあ、まず物は全部分取りますよね。それで健康な人間はすぐ殺すんではなくって労働させてるのっていうのはそのあそこの全体のそのもうちょっと言うのもあんまりしんどいけれどもシステムの中では、本当に他の要するに人間が人間でないような形で殺していくあのシステムっていうのもそれこそやっぱりこれ空前絶後のシステムなんですけどその戦争を要するにヒトラーの場合本当にそういう形の世界征服っていうのなんですけど戦争を勝利することをしたる目的にするとそのとにかく大量に虐殺するすればユダヤ人だけではなくて今言ったその不健康ねそれは軍事的にも経済的にも不合理なわけですよ本当は。でもそのヒトラーの命令と そこら辺の その一方で科学も含めてシステムを作った人間とそれと最後はだから、健康不健康関係なしにソビエトとか44年に入る頃はねとにかく証拠隠滅も含めて殺すっていうのとでもちょっとでもやるために、労働力を生かすみたいなにも虚しいっていうかもう信じられないような、まあ、論争というほどじゃないけどそういうものが収容所の収容していた側の人間の中であるいはその木村とかその辺の中にあるんですけどね。だから全部その辺がヒトラーのとにかく考えていたこととそこをやろうとしてきたことなんかがまだちょっとわからないところあるけれどもその今言ったこのその障害者でどんな金がかかるんだって一方でとんでもない合理性とヒトラーの中にはちょっと両方がある。戦争末期、まあ、組織としても手をなしていなくっていろんな考え方いろんな状況に置かれた人とかがあって一方ではね戦争はもう終結に向かっていると分かっているのにこう虐殺計画はそれとは別途推進するなんていう収容所もあったりしたわけですよね。で私がテーフィア作戦のことを読んでいて心しなきゃいけないなと思うのはこの虐殺の大虐殺に至る虐殺の最初ですね手を下したのは女性だったんです。つまり注射で殺すんですね障害者を。その注射を打つのは男性の医師ではなく女性の看護師さんたちなんです。だからよく女性は平和の力とか言われるとケッと思っちゃうんです。女性だって何かその思い込んでしまうとある価値にこうなんかとらわれてしまうと平気でこれが正しいことなんだというので人殺しをするんだなっていうふうに思っております。で私も何回か今年もアウシュビッツにね行ったんですけれども第二の方、ビルケナウの方が、とっても広いんですね。まあアウシュビッツの方は割と狭くてレンガ造りの建物です。でその中がこう展示施設になっていて、ビルケナウは3キロほど離れたビルケナウは少しだけ小屋が残っていますがあとは朽ち果ててしまって広大な敷地だけがあります。そこをこう歩いていたら若い女性が一緒にいたね若い女性が近づいてきて何の前置きもなしでも日本もひどいことしたんですよねって言ったんです。それを聞いてはっと思いました。私たちはついつい広島長崎アウシュビッツと
並べて当事者でもないのに自分を被害者の側に置いてきたんだと。でも今の若い人たちはちゃんと被害と加害の両面からこの国の歴史を見ているんだというのを大変感心しました。先ほどの森田さんの話でね、初版の編集部の前書きのところに南京事件のことを強調して、だからこれは読まれる意味があるというふうにして出されたというのをね、聞いて、あ、今の若い人たち の, あの力によって日本版読む時は初めて出た時のなんか初心に戻っていくっていうのがあるのかなって思いました。もうその会場の方からも質問を受けたいと思うけれども、さっき審判でそのフランクルという人がユダヤっていうのは書かない、でもその審判の中で参加者だけで出てくるんですけど、一つはだからそのフランクルという人がどういう意図で読むときを書いたかは最初に申し上げましたけれども、そのユダヤのことを書かない、あるいはナチスという集団を告発しない、それが後でその例えば石原義郎なんかが、シビリア抑留をやってフランクルに共感する大きな理由なんですけど、それをでも例えばフランクルが SS の人でもちょっと優しい人がいたっていうことを書いちゃったわけです。そうするとそのことでフランクルは最後の最後までこんだけも日本も含めて、有名で、人格者で、ですけどフランクルのうちには最後まであなたは新ナチだという形でその議員のうちのところに脈絡がずっと残っていく。つまりこのフランクルという人は政治学者であったりそういう人じゃないから集団と個人、それこそアイヒマン的に言うとこれは個人であると集団の責任が当然あるわけですけども、フランクルっていう人はとにかくそういうふうに見ない。でユダヤ人でもいいやつ見れば悪いやつ見る、ナチス点があってもさほど悪くないやつ見る、そういうような書きぶりが彼の全体の思想の中で、それがやっぱり今広がっている一つなんですけれども、その辺がこのやっぱりフランクルの夜と霧を読む時の広がり方と同時に、それとさっき そのちょっと言いましたけど、例えばホロコーストっていうのは本当はこれは人類に対する罪、とにかく本当に誰もがその罪を問うたり許したりっていうようなことをもう乗り越えてる、ちょっと信じられないような根源的な悪なんですね。でだからこれは戦争犯罪ではないわけです。さっき言ったように戦争犯罪、戦争と同時期に行われていたけれども、その戦争を本当に分かるだろうけど、そのソビエトに対してやっている時、どうしてその何十万人何百万人のユダヤ人を、アイヒマン中心にヨーロッパ中から移送させてそこで殺すというその経済お金のかかることをするのかっていうのは軍事的なことで全然関係ないわけですけど、そこを本当にあの戦争犯罪と関係しながらですけどね。だからそういう意味で原爆っていうのを考えてみても、それはまたそれに近いものあれを戦争犯罪かどうかっていうふうに簡単に言えないとも思うんですけど、それはまた別のものですよ。ホロコーストはホロコーストで本当に偶然ですけど、そういうこととそのフランクルさんの思いと、一個一個関係したり区別しながらね、
読んでいくといろんな問題が見えてくるような気がするんですけどね。フランクルさんが人を人は人柄で属性で見ないっていうことですね。それは本当に力づけられることだと思います。でもそれのためにフランクルを誹謗中傷する人たちが存在し続けたということも心に重くのしかかります。私 の、 恩師が種村聖人ですけれども、ウィーンに行ってあるユダヤ人 の、 絵描きさんとカフェに入っていたら、フランクルさんが僕の方にいたと、おうと思ったけども、その連れのユダヤ人の画家はもう抱きするよ、フランクルのことを言ったっていう、そういう人もいるんだと思いました。またいくつか言いたいことあるんですけれども、その最初に森田さんの話にもあったね、その私たちが死と愛というタイトルで知っている著作ですけれども、それを収容所に行くときにこう上着に縫い付けていく、でもそれを取られようとする、で一生懸命こうフランクルさんはこれは私が大切に一生懸命書いた原稿だから、でこう説得 しようとするんだけれども、もうせざら笑われて奪われるんだけども、この死と愛というのを復元して戦後すぐ出したように出したんですが、ここにもうね、夜と霧に通じるフランクルの思想が確立していた。フランクルの思想は収容所体験から生まれたものではないという驚くべき事実があります。そうではなくて、この死と愛に顕著なこのフランクルの思想、今日その中に入っていく時間がなかったけど、それを収容所の体験でもって証明したんだ、そういう感じだろうと思います。そしてアドラーという言葉が出てきましたけれども、ウィーン大学にアドラーさんとね、フロイトさんと先生がいて、フランクルさんは両方授業を受けてるけど、どっちかといえばアドラーだろうなと思います。それで今アドラー心理学っていうのが俗流も含めて私たちの社会でかなりね読まれていますけれども、そのアドラーだと何ていうアドラーに通ずるものがあると、知って分かってはいないけれども、なんとなくそういうことで読む時にも読み継がれて、今読まれているのではないかなというふうに思います。救助の会という、これだけちょっと付け足させてください。ナチスの時代、ドイツはいろいろ侵略をしてたくさんの難民を出しました。そして西ドイツの基本法を作った時にですね、その詫びの一文を入れたんですね。それが第16の A 条というものです。政治的に迫害されているものは庇護権を有するというのです。難民を受け入れますと憲法にドイツは書いてあるんです。これは近隣諸国へのその戦争中 に与えた被害への詫び状なので、日本の憲法9条に当たるのです。で、実はこれにはプレヒストリーがあります。48年革命って皆さ なんか世界史の時習ったでしょ。憲法制定しろっていう動きが出てきて、もう内戦状態みたいに日本ドイツがなって、48年にフランクフルトにで国民会議が開かれて、で翌年にフランクフルト憲法というのが制定されて、これはプロイセンの王様にそんな自由主義者 の憲法に乗れるかって言って
この人たちは利権君主制でプロイセンの王様にこの憲法の下で王様になってくださいと言ったんだけど、そんなの蹴られちゃったんで、まあ、あの幻のフランクフルト憲法なんですが、その第1条がこうなっています。すべての統一国民は同じ権利を有し、住居の自由、国外移住の自由、職業選択の自由を有するけれども、これにはですね、あの修正案があったんです。それが一番下の、すべての統一人は自由であり、ドイツの第一はいかなる隷属も許容しない、ドイツにとどまる自由でない外国人をドイツは自由にする。こちらがかっこいい、いいと思いません？残念ながらこの修正案は僅差でもってこう否決されてしまいました。でこの修正案を出したのは童話で有名なヤコップ・グリムです。グリム兄弟のお兄さんです。でけれどもね、家永三郎さんが植木絵森の憲法論について書いておられました。優れた思想が一度生まれたら、それがすぐに実現しなくても、私たちの歴史のこう地下水脈のようなこう私たちの歩みに共にこう走ってきてくれる、そしてチャンスがあれば地表に湧き出てくれると。この否決された修正案は戦後の統一基本法16の A 条にこう復活していると私は思います。そしてメルケルさんは難民を受け入れることでいろんな批判、確かに大変なことがいろいろ起こっています。小さな町も受け入れのなければならなくて大変なことになっていますけれども、メルケルさんは憲法を守ろうとしているんです。そうは言ってももう第二次世界大戦は第三次世界大戦はないから、そんな100万人も1年に難民が流れ込むなんていう事態を想定しない基本法だったんだというふうにね、批判されたりしているんだけれども、憲法50主義のメルケルさんはこの16の延長を一生懸命守ろうとしています。それはメルケルさんが物心つき政治に目覚めた時にこのドイツ基本法のもとにいなかったからです。東ドイツの人だからです。だから憲法に対する思い入れが違うんですね。日本でこれを言ってみれば、沖縄出身の方が日本の首相になったようなものですよ。なんと知ってても憲法を守ろうとするんじゃないでしょうか。私らと生まれた時から憲法があるみたいなのとちょっと訳が違う。そういうのがね、なかなか報道で言われないので、ここで皆さんにお伝えできてよかったと思います。じゃあ森田さん、一言で締めくくってください。締めじゃないんですけどね、はい、もうやめるけど、ね、今のフランクフルトのこととヨロトフリーということを少しだけ簡単に結びつけて言うとね、この1848年の時代でもそのポーランド問題だとか、まあ、僕ら日本にいるから分からないけれども、民族の問題やこう移動の問題が出てきたからこういう話になるんです。それでその19世紀末から民族問題があって、そこでまた難民や国籍者の問題っていうのがその第一次大戦挟んで、その後もそこからそのナチズムっていう問題に結びついているんですけれども、ちょっと僕は僕最近ハンナ・アレントという人がね、そのご存知の方もいるかもしれないけど、全体主義の起源っていうのを今ちょっと直してやってる時に初めて気がついて、今日お配りした資料と違うことを発見したんですけれども、夜と霧という言葉はここにお配りした資料では、ナチスが、1941年にフランスだとかそのヨーロッパ諸国を占領しますね。でその時に
どこの国でも抵抗する人間が出てくる。その抵抗する人間を闇に乗じて、要するに暗く言う、それをそのドイツの中で連れて行ってきて収容所に収容所に出るっていうところから来たっていう話を聞いていて、僕が書いたんですけども、そのアレントとか読んでると、この夜の霧というのはその前にその今のように難民が、東からも南からも入り込んできて、でそこでそのそれぞれの国の法の問題にと、そのドイツなんかの場合にはニュルンベルク法をやって、そのまあ、ユダヤ人を、無国籍にしたり、そこでその前具合少数民族問題と国籍無国籍者という問題とユダヤ人虐殺というのを本当に前から見つけるんですけども、ヨルトキリという名前は、そのナチスの前にその無国籍者をある国が、国では法ではできないからという警察が夜にどさくさに紛れて、そのまた国境の外に連れていく。そしたら今度はまたそこの隣の国がまたそこの国に連れていく。そのことを夜と霧っていうふうな言葉で言われたらしいんです。多分なんかそれが僕らが知ってるこの夜と霧っていう楽器の、それアランデネのもう結局そういうところから、そういうことからで、それ政治犯がドイツに連れ移されていくっていうところから来たんですけども、その言葉が、日本でもね、こういうふうにこういうものとして、その誰も意味がよくわからないまま今来てると。僕も本当に今の今までって、まだ何が正解かはわからないけど、それを聞いて、フランクルという人はこの日本語で出てる大本のタイトルはそれぞれの出版社がつけるんですけど、彼が書いているほとんどの本はね、地味なタイトルばかりなんです。そうそう、三分的ですよ。その魂を癒すとかね、文学的などうのこうのじゃなくて、本当に謙虚で事務的なタイトルの、やっぱりそれが 彼だと思います。で最後の一言は、だからそのごめんなさい、今日翻訳の、僕は翻訳の歴史を言いましたけど、日本が1956年という世界に先駆けて出せたのは、本当に1952年か3年に下山徳治という人が本の本屋で見つけた、それが全て。だから普通本が出たら出版社が見つけて翻訳者誰にするかっていうのがあれですけど、これは下山先生が探してきて自分で出したもので、それが世界に先駆けて、日本で生まれ、それで非常に今新薬のことも含めてなったという、そういう特別な方が出版先生であることをちょっと最後にしたいと思います。そうですね、実は私も本大学に留学して、で大学のそばに一番大きな本屋さんがあるから、どうかなというふうに思いながら行きました。じゃあ以上です。池田さん、森田さん、本当に貴重な話どうもありがとうございました。時間も限られているんですけれども、せっかくの機会ですので、ぜひ会場の皆さんからちょっとこう発言といいますか、質問とか感想でも構いませんけれども、ご意見ちょっといただきたいなと思っております。時間の関係もありますので、すみませんが挙手ちょっとしていただけると大変ありがたいかなと思います。ちょっと言いづらいですよね。話に出なかったことで、でも構いませんというか、すごい私たちこうすっ飛ばしながら話してましたから、そういう話に出なかったことを聞いていただけると、むしろありがたいかもしれません。ものすごくよくある単純な質問が、単純というか
何部ぐらい売れてるんですかってよく言われるから先にちょっと言っときますね。まあ、今夜の時は旧版と新版という言い方をします。僕らはね、その1956年に旧版が出て、それは今も読み継がれています。それが累計がね、50年代の出た数年のはちょっと記録が残ってないから、今から言う数字より数万多いと思うんですけど、それは現在の76万2000で、2002年にその今日の話があって、審判を受けたからということがします。それで僕も今日驚いてびっくりしたんですけど、39万部だから合わせて115万部かな。それと2年か3年前から電子書籍が出ました。電子書籍って言っても多くはやっぱり Kindle です。 Kindle だけれども、その新規を合わせて9700ぐらいです。それも一番持っている。まず、はい、それ事実の報告でした。新規40万本何なんだろうなんて知らなかった。だから年間2万以上売れてるってことだよね。そうですね。ちょっとびっくりしましたと思う。15年だから、うん。東日本大震災の後にすごく読まれました。これは2011年3月14日、翌日かな、仙台の、もう今亡くなっちゃったけど、アイビーブックスっていうところで、店頭に店主が並んでて、それでいろんな人が買っていったんですね。だから、そこにやっぱりこの本の特別なところがあるんだろうと思います。その東京でもその時、その年の、紀伊国屋書店で4月5月通告を入れたんですよ。本当不思議なことです。夜時で旅を書いた川原さんの紹介しているエピソードによると、家も家も全部流されてしまったお医者さんが、何もかも奪われた人間というので、こうなんか日用品を買いに仙台に行った時に、本屋さんに入って昔読んだ夜時を買ったっていう、そういう思いで読まれた方がたくさんおられたのかなっていうふうに思っています。はい、どうでしょうか。はい、今日はどうもありがとうございました。せっかくですので、新版と旧版のこの訳の対比が載ってるんですが、この対比を載せたその意図っていうか、どう違うのかっていうことをお話しいただければと思います。よろしくお願いします。もちろん意地悪ですよ。いやいや、これは今日ね、その今回、いや今日もだから結局喋っちゃったけど、僕は一緒に今日来たけれども、だけど今日お配りした資料っていうのは、この数年の間でその大学の学部生に年に1回か2回いろんなところで喋る機会があるわけです。で、例えば東京外来なんか話すと役の違いが何かみたいな出てくるんですね。で、それでその資料として渡して、その資料として渡すときには意地悪っていうか、役がその訳し方が、人が A さんと B さんが違うのかってすごい意地悪をしたいのではなくって、バージョンが違うということを今日渡したでも全然長さが違う、割と有名なところだけど長さが違うんですよね。要するにその1977年にそのフランクルはそのドイツからの審判で前半を母に捧げるっていうので、この夜の時に行くで、後半を父に捧げるっていうので、つい先日はミネルヴァ書房だっていう、もう一つの夜の時に出ましたね。戯曲ですね。戯曲なんですよ。で、フランクルは僕に言ってるのに、数書房にその80年代にその両方合わせて翻訳しろって言ってたんですけど、僕はあの戯曲はなんか やったり適当にやってたんですけど、その
その母っていうのはお母さんは本当にアシュビッツで死んだんですね。でお父さんはあの教育テレジェンシュタットでもそれ病気で亡くなったんだけれども、でそこのその77年版でその池田さんは池田さんで訳しながら旧版とどう違うかってだん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 こうやっぱり比較していくことになるんですけど、それは僕もしていく。そこで一体何が加えたのかってやっぱり気にはなりますよね。あるいは何を削ったのかっていうのは、その一例みたいなものとして石原です。以上というのは冗談です。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。じゃあ時間の関係もありますので、もう一人か。知らないけどね、フランクルの電気映画と、もう一個、夜と霧という映画、二つをアメリカで制作する、あるいは制作中らしいんです。本当に出来上がるかどうかよく分からないけど、うまくしたら、来年以降に似たようなものが、作品が二つ、日本でも出るかもしれない。その時はまた何か手伝わなきゃダメでしたね。じゃあ私も小ネタを一つ、もう安倍さん言わなくなりましたけども、積極的平和主義最初におっしゃってましたよね。で積極的平和っていうのはガルブーム先生が言うようなことで、戦争のなんか原因になるような格差とか貧困がないということなのに、安倍さんそれに主義をつけて上書きした、あと積極的平和主義っていうのは、積極的平和と積極的平和ポジティブピースなんですね、素直にね。で安倍さんが言ってた積極的平和主義っていうのは英語にした時にプロアクティブコントリビューショントゥーピースなんです。でこのプロアクティブっていうのがすごくあまり使われない心理学用語、しかもフランクルの用語、プロ、あらかじめアクティブ、行動する、それが平和への貢献って言ったら先に手出した方が勝ちみたいな、敵基地攻撃いいじゃないみたいな話になっちゃいますけど、フランクルがプロアクティビティというのをアメリカで教えたり講演していた時にこう使っていたのはですね、こうなんかこう受験になっていないで自分から何かこう企画してこう行動しようみたいな、自分にこう課題を与えて明日はこうしよう、ちょっとだけやってみようみたいな、まさにその夜の霧のに書かれた日常っていうのはそれの積み重ねみたいな感じ、それがね、そんな敵基地攻撃上敵みたいな意味で使われていて、本当に叔父の声優が永遠のゼロの出しにもされて、それも群馬にやることはないということでございます。小ネタでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、すいません、どうしてもっていう方いらっしゃいますか。どうしても今っていう方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひ。じゃあすいません、大変申し訳ないのですが、予定の時間をちょっとオーバーしてしまっておりますので、対談はここまでというふうにさせていただきます。改めまして、池田さんと森田さん、どうもありがとうございました。はい、じゃあ、この後はですね、すいません、9条の会の報告ということで、